ただいま。ということで今日はですね、宮西新聞ですね、10月13日の宮西新聞、ここにですね、これ総合2面なんですよ。1面の裏なんですね。裏にですね、こそっとですね、熊本の TSMC のこそっとじゃないですね、の記事が載ってましたわ。去年僕が県知事選の時からずっとこの半導体工場 TSMC 熊本にね、誘致第一工場ですね、第二工場第三工場とか構想にあるから宮崎は頑張らねかんよというですね、ことを言っておりました。なんと第二工場は熊本に決定ですね、しましたと。今年の6月だったかな、第二工場、第一工場はもうできている、来年の稼働を目指すのかな確かですね、2020年の出荷を目指しているらしいですわ。で、その第二工場が、また熊本に、誘致が、ほぼほぼ決定ということで、そこにですね、なんと国が、経産省がですね、9000億円の支援をするらしいです。いいですか ?9000 億円の支援ですよ。んで、9000億円政府が補助するんですね。んで、第二工場の総投資額が2兆円程度らしいです。いいですか。第一工場には政府から4500億だったかな ?4760億。TSMC の第一工場には最大で4760億円の助成を国は決定。第二工場の9000億円を補助するらしい。助成するらしいです。国とのパイプというのがあるんであれば、これぐらいのですね、助成金とか支援とかが宮崎に回ってこんですかね。はあ、ねえ。これ、僕も台湾にこの前行きましたと。また12月も行くんですけども、いろいろ話をしてますわ。で、TSMC というのは今、どこだったかな?フェニックスだったかな?で、それの工場も作っている。ドイツにも作っている。で、アメリカのフェニックスに作っている工場はあんまり、うまくいってないみたいですわ。だから僕が、台湾等々で関係者等々に、話を聞いて、裏の話ですよ。どうもフェニックスの TSMC がうまくいっていない。アメリカの、物価高騰だとか、人権問題だとか、あるいは雇用の問題だとか、様々な問題があるらしいですわ。これはチャンス!チャンス!もう、で、聞いたら台湾にですね、全国からですね、いろんな引き合いが、アプローチが、あるいは調査がですね、あるいは問い合わせが来てるらしいですわ。宮崎も行ってるのかな?TSMC っていうのは第3工場、第4工場も考えてますからね。その辺はどうなのかなと思うんですけども、もし TSMC がダメであっても、せめて B クラス、C クラスのですね、半導体工場を誘致せないかんですよ。で、熊本が第一工場、第二工場、TSMC が来る、そこから近いとこって言ったら、物流とか、半導体というのはご案内のように、土地、水、人、雇用ですね、技術者、そして、女性、水、電気、雇用、土地、そして支援、女性、そういう感じですわ。で、九州電力と関西電力かな、電力値上げしてませんからね。電気余りみたいな感じですよ。九州電力は電気代を上げてませんから、これ、チャンスはチャンスなんです。それで、熊本から近いところと言ったら、物流等々を考えても、県北なのか、それとも、エビの小林なのか、土地、水、電気ですからね。この辺を有力地として、やっぱり、誘致せないかんですよ。もう真剣にやらんな。僕はもう TSMC がもう第一要件、もうその第三工場、第四工場が、もう、これを持ってこなかったらもう宮崎はダメになると思うんですけども、100歩譲って B クラス、C クラス、あるいは、TSMC 熊本の工場の関連産業等々をこう、下ろしてもらうみたいなんですね。ということで、本当に頑張らないかんですよ。それで、10月11日の水曜日で宮西新聞に、こういう記事が載ってましたわ。
この半導体の人材育成を目指すということ。もうこれはもう本当にやらねばです。もうこんなちょろっと、もう記事もですよ。TSMC の熊本第二工場がですよ。総合第二面のこの小さなところに、書くんじゃなくて、宮西さんもこう、一面のここに TSMC 熊本工場ドーン !9000 億円政府が助成って書いてくれればですよ。ああ、宮崎県民の皆さんも、え熊本すごいなぁと、宮崎も頑張らねえかんがねえとなるんですよ。でこういうとこにちょっと書かれると、熊本の凄さっていうのがあんまり伝わらんのですよね。別に、宮崎県を卑下しようと言ってんじゃ決してありませんよ。隣県が頑張ってるところはやっぱり共有して、それに追いつけ追い越せで頑張らねえかんがねえということを言いたいわけですよ。それを宮崎県知事選からずっと言ってましたわ。で、今回ですね、昨日でしたかね、今日は10月の16日月曜日なんですけども、とうとうで宮崎県が農産品の輸出に、力を入れる、本腰を入れるということで、もうやっとや、もう数年前から入れねかんがね、ということなんですが、入れるということで、アクセンチュアをですね、なんですかね、アクセンチュアをコンサルになんか連携してやっていくらしいですわ。やっとかよ、みたいな感じですよね。もう去年の県知事選の公約に政策書に全部書いてあります。そういうのが。ああ。農産品の海外輸出、もう他の他府県にですね、特に鹿児島とか、そういったところにはですね、大きく水をあけられてますから、これはもうね、農産品の、まあ、食料供給基地として、ね。宮崎県のですね、存在価値をガーッと上げるのは、やっぱり、まあ、海外輸出。もちろん、国内、マーケットは国内、国外にありますから、海外輸出でも非常に主力になっていかなきゃいけないということですよ。それをアクセンチュアにですね、大体ね、宮崎っていうのは僕も経験あるんですけど、僕は知事の時ですね、経験あるんですけど、県外とか都市部とか海外の人たちに対して、気をされるんですね。圧倒して負けるんで、最初から憧れてるんですよ。大谷翔平さん言いました。憧れるのはやめましょうと。ああ同等ですよ。あれはそれ上に行きましょうと。なんですよ。別に都市部がね、東京が大阪がなんぼのもんじゃと僕は思ってますからね。それからアクセンチュアに使われるんじゃなくて、アクセンチュアを使う。アクセンチュアでも、NRI でもいいんですけども、はい。まあそういうコンサルさん、都市部のコンサルさんとですね、連携するっていうのは、使われるじゃなくて、使う、こっちがですね。まあ、対等な連携、協議をしていく。まあそれぐらいの知恵をつけなきゃ、そういう工夫を持たなきゃ、情熱を持たなきゃっていうことですよ。まあそういうことで、ちょっとずつ、去年ですね、私が、政策集等々に書いていただいたことが、少しずつ動いてるのかなという感じがします。要するに何言いたいか、誰が動かしてもいいんですよ。要するに、ああいう設計図の通りに動かしていかなきゃいけないということです。まあそれをもうブワーッとですね、押して誰かが先頭を切って行くぞーと言ってですね、盛り上げていかんないかんということを言いたかったわけですよ。誰がやってもいいんです。誰がやらんかったら誰もやらんかったら私がやりますよということなんですよ。まあそういうことで、とにかく TSMC ですね、だけじゃないんですけど、まあロームなんかもですね、宮崎にですね、工場を拡張してくれるというような話もありますから、まあ、あそこにはどれぐらいの政府の援助があったのかもしれませんけれども、あったかわかりませんけれども、まあ、ご案内のように、半導体工場が全てとは言わんですわ。でも、まあ、今、半導体工場というのは、もう蓄電池、半導体等々ですね、先端産業というのはもう、本当にこれが成長産業ですからね、これを誘致すると、もう全然違うんですよ。もう人材育成からですね、経済効果もそうなんですけども、インフラ整備ですね、して人の、まあ、出入りといいますか、人的交流だとか、そういったものがですね、バーッとね、広がっていくんですね。もうそれがもう果てしないんですよ。で、土地は上がります。菊陽町の土地って全国で一番上がってますからね。上昇率がアップしますから。
まあ、そういうのも含めてですね、全体に例えば県民所得だとかそういったものにものすごく寄与する。そしてまた元気ですね、元気。そしてまた熊本空港は台湾便と定期就航便なんかも結んでますわ、まあ、そういうですね、あの波及効果なんてもいっぱいあるわけですよ。ですから大きな工場あるいは大きな産業をですね誘致するというのは非常に重要なんです。雇用の創出、経済的な、まあ、いわゆる観光もそうですよ。観光なんかにも非常に寄与するんです。まあ、そういう経済効果なんかもありますからですね。熊本第一工場に、4760億、第二工場に9000億で、第二工場は全体で2兆円の投資、宮崎県の一般会計当初予算が7000億ぐらいとして、頑張らないといけないですよ。じゃあ、ただいま。This train